こんにちは、いいラジ夢気分です。ですね、先日、100円ショップですか、名前言っちゃったか、名前言っちゃっていいのかわかんないんですが、ダイソーさんですね、ごく一般的ですけども、ちょっとこの木を原料にした粘土ですね、を面白そうなんで買ってきました。で、これの特徴がですね、よく見えるかわかんないんですけども、乾いた後にですね、ここですね、これじゃあいいかな、よいしょ、いいものがないですね、ここですね、乾いた後に、直接、色を塗ることができたり、ですね、4番だったかな、完成したものにはね、耐水ニスを塗れば、水汚れに強くなります。で、木工用ボンドも使えるよって書いてあるんですね。で、中なんですけど、ちょっと先にちぎっちゃったんですけど、ですね、これね、面白いです。納豆みたいです。糸は引きます。でもですね、ちょっとね、練ってみました。ちょっとね、スマホの性能が良くないんで、ピンボケしてるかもしれないんですけども、練るとですね、こう、まあ、練り消しみたいですね。練り消しが一番近いかな、の感じです。で、こいつをですね、利用しまして、とりあえず仮なんですけど、ラジコンのミラークローリングなんかしてると、夢中にやってるとですね、クローラー走りしてるとですね、ミラーがどっか行っちゃうんですね。まあ、ふっくり返るような走りするから悪いんですが、こいつのですね、ちょっと型取りをしてみようかなと思います。で、だいたいまあ、失敗するなとは思うんですけども、まあ、こうやってくっつけた時点でね、こうやってくっつくんで、まあ、だいたいボンドを流し込むと、おのずと結果が見えてるんですが、まあ、ものは試しですからね、まあ、いろいろやってみて、うまくできればラッキーかなと思っています。で、模型用のですね、型取り用のパテ、名称を、すいません、忘れました。あるんですが、使用頻度と、私基本的にモデラーでないので、考えると、高価なものですからね、そこまでお金出してまでやってもしょうがないかなと思っておりますので、代用品を探すのもまた一つの醍醐味というか楽しみになってますんで、よろしくお願いします。で、取り次ぎどうやってやろうかなって考えたんですが、このポリプロピレンですか、のタッパに入れて、そもそもですね、この形状をですね、型取ろうっていうのは無理なんですが、二枚型がないと無理なんですけども、まあ、とりあえず、ブスッと、刺してみます。で、まあ、テストなんでね、当然、適当にやってます。で、取りました。で、ここにですね、何を流し込むかなんですけど、取り急ぎ、ホットボンドがいいんじゃないかなと、思ってですね、よいしょ。よいしょ。じゃあ、これで行ってみましょうかね。で、もう一個ですね、別な粘土を考え、粘土をちょっと試そうと思ってますので。うまくいっないでしょうね、おそらくね。はい、取り急ぎ流し込みました。これでちょっと固まるまでしばらく待ってみてですね、バラしてみたいと思います。